こんにちは。こんにちは。作曲家、編曲家、ギタリスト、サウンドクリエイター、田中義則の防備録へようこそ。今回は音楽以外の知識を、音楽活動に活かす。ウプ主は、歴史好きで、古代ローマ大好きなんだよな。政治経済は、そのまま歴史とも言えるし、現代に生きる生活の知恵の面もあるので知っておいた方がいいぜ。だからといって、アレクサンダー大王の鎌と古戦術をそのまま使えるわけではないので、状況に応じて使い分ける、応用する必要があるのよね。音楽作っていても、事務作業していても応用はできるぜ。要は、優先順位や適応性、得意不得意と時間と費用の中で、最適解を出すということで、ファランクスを組めというわけではないわ。いたら面白そうだから見てみたいけどな。今回はさらっと流すので、適当に聞いてね。他には何かあるか？戦争や経済状況、自然環境は知っておいた方がいいかな。政治活動をするためではなく、お金を節約するために、価格変動や為替は予想する習慣があった方が財布に優しいわ。DTM をやっている人は、海外サイトから買うことが多いから敏感だよな。最近は楽器、機材をリバーブで買う人も増えたから輸入代理店は大変ね。メーカー直売もあるしな。ウィルキンソンのロックサドルはそうね。さあのピートソーンモデルについてるやつだな。ちなみに、これはイギリスから空輸、10日ぐらいで着いたな。サウンドハウスに慣れると、注文した翌日が当たり前と思ってしまうんだよな。日本の常識は世界の非常識と言われるぐらいだから、注意が必要ね。カップラーメンを海外へ送ろうとすると税関で盗まれるという話は聞いたな。日本の食べ物は美味しい、というのが世界の認識なのよね。誠実さは誰にも通じるわけではないし、そこに国籍は関係ないわ。お金の話を情にすげ替える人は要注意。お金絡みだと、ビジネスの話はすぐに回ってくるからこれも注意。夢を見させることを言って、詳しく聞くとノルマが尋常でない。ミーティングがやたら多い。時間と費用、労働対価と成果、報酬が割に合っていない。もちろん、お金で買いにくい経歴があるなら価値はあるかもね。ただダメな組織の特徴の一つとして、会議がやたら多い。決断の先送り、肩書きにこだわって適材適所に配置できない。情報収集もできない、情報の良し悪しもわからず、過去の成功から判断する。ダメな例の見本ね。このあたりは歴史を見ても似たような話はたくさんあるわね。和食や腸活なんかはわかりやすい例だな。同じ状況なんてないのだから、そこは肝に銘じて判断してほしいわね。どれだけ有益な情報を集め、有効に使えるかが基本だけど、何が有益で、有効かは状況で常に変わるから。観察眼と知識、多角的に物事を考える習慣はつけた方がいい。ゴールから考えるとかね。と、まあこんなところで。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、グッドボタンよろしくだぜ。バイバイ。じゃ。